どうも皆さんこんこにちはチャックバスです本日はですね JAL マイルを貯める最強の組み合わせはこれだということでこちらの ANA プリペイドカードありますよねこちらと対象のセゾンアメックスのクレジットカードを組み合わせるとですね最大還元率が1.625%ね JAL マイルが貯められるということでこちらをですね本日は解説やっていきたいというふうに思います 皆さん、ね、こちらの au ペイプリドドカーっって知って知おりますかねこちらは au が発行している年会費発行手数料がかからないプリペイドカードっていう風になるわけなんですけども、うん、auPay ってありますよね、まあ、あちらにチャージすると残高がね、まあ、更新されるわけなんですけどもそのチャージした金額が、まあ、auPay に、ね、反映されてその内容がですね こちらにもリンクしてるようになっておりまして AUPAY にねチャージしたものがそのままこちらのプリペイドカードでも利用できるっていった感じになるんですよねまあ、それがね、何が便利なのかっていうとまあ、AUPAY の場合は 対応していいるとところでないとでなすね利用することができないといった形になるわけなんですけども、まあ、こちらはですねマスターカードブランドということで、まあ、マスターカードがですね利用できるところであれば、まあ、利用できるといった形になりますので、まあ、利用できる、ね、先が増えるといった形になりますよねそんな、ね、auPay プリペイドカードなわけなんですけども、まあ、これに、ね、チャージするのがおすすめなのが対象の、ね、セゾンカードといった形になるわけなんですよね。 でですね対象のセゾンカードというふうにね言い方をしたわけなんですけれどもこの JAL マイルを貯めるっていうことをです、ね、考えた時にこのセゾンのクレジットカードの中で「セゾンマイルクラブ」っていうね本来有料のプログラムがあるんですけれども、まあ、こちらが対象のカードでないとですね ジャルマイルお得に、ね、貯めることがでできなないっていってた形になるんですよねで。このセゾンマイルクラブがですね利用できるクレジットカードっていうのがこちらセゾンアメックスプラチナビジネスなんですけども、まあ、これ以外にセゾンアメックスプラチナカードあとですねセゾンアメックスゴールドのですねクレジットカードが利用できるっていった形になるんですよね。ね、またでですす、ね、この3つのつカードはですね。 この aupay プリペイドにですねチャージを行った場合でもポイント付与対象というふうになりますのでもともとですねこちらのセゾンアメックスプラチナビジネスをはじめセゾンアメックスプラチナカードあとセゾンアメックスゴールドカードに関しては最大還元率が1.375%というふうになりますのでこちらのですね、aupay プリペイドと組み合わせるとですね最大1.625%がですね還元率が受けられるっていった形になるんですよ ですので JAL、えー、マイルをですねメインで貯めている方はですねもしねよかったらこのね方法ね試していただきたいなっていうふうに思います。でですね「セゾンマイルクラブ」っていうのはですね本来有料プログラムっていうふうになりましてセゾンアメックスゴールドの場合は有料でね年間 税抜きで4,000円かかるっていった形になるんですけどもプラチナカードであるセゾンアメックスプラチナビジネスとセゾンアメックスプラチナカードに関しては、まあ、こちらはですね登録は必要というふうになるんですけどもセゾンマイルクラブ自体のでですすねね費用は不要っってていう風になってるんですよ、ねまあ、以上ね考慮すると、まあ、年会費とですねセゾンマイルクラブの費用を表にすると、まあ、こんな感じになるわけなので個人的にはですねこちらのセゾンアメックスプラチナビジネスカードがですね おめというのもこちらのセゾンアメックスプラチナビジネスカードはですね、まあ、初年度はですね年会費2万円かかるわけなんですけども年間ね200万円決済すると2年目以降はですね 年会費の割引は受けられてですね年会費1万円までね減額っていう風になりますんでもちろんこちら税抜きっていう風になるんですけどもそれを考慮するとですね2年目以降はセゾンアメックスゴールドよりですね維持費が安くなるっていった形になりますんでおすすめっていった形になりますまたですねこちらのセゾンアメックスプラチナビジネスに関してはですねちょっと海外にね行ける機会がないっていった形になりますんであんまりねコールされる点にはならないかなというふうに思うんですけどもセゾンアメックスプラチナス プラチナビジネスとですねセゾンアメックスプラチナカードに関してはプライティパスプレステージ会員ですね何回でも無料できるね特典もついておりますのでプレイティパスといえばですね楽天プレミアムカードが有名なわけなんですけどもそちらとね同等のサービスが受けられるって言った形になりますまたねちょっと細かい特典についてはですね専門の動画ね出させていただいておりますのでそちらね見ていただけたらなというふうに思うわけなんですけども個人的にはですねセゾンアメックスプラチナビジネスがですね基本的 にはおすすめかなっていうふうに思っておりますそれでは次にですね還元率の内訳に関してなんですけどもセゾンマイルクラブにですね入会していると JAL マイルの還元率が1.125%っていうふうになるわけなんですよね でですね、セゾンのスマートフォンアプリであるセゾンポータルで,ですねセゾンクラッセっていうねスコア制度があるわけなんですけどもこちらのアプリ内のねスコアを最大限6までね、上げるとですね永久不滅ポイントが2倍になるっていうね特典があるんですよね、まあ、これを併用することによって最大ね1.375%までですね、還元率上げることができるっていった形になっておりますまたねこのスコアを6に上げる方法自体はですね,公式にはですね ですね、公開されてないといった形になるわけなんですけども JAL マイルを、ね、メインで貯めている方の話を聞いているとです、ね、アプリをよく開いたりです、ね、アンケートに答えるといった感じで利用していただいて。 またですねメインカードでクレジットカード決済するっていう感じで利用していけばですねこちらスコアを6をですね維持することもできるっていった形になりますのでもしねこちらの方法を試されるのであれば、まあ、メインカードで利用してていいくっていった形になりますここまでがセゾンカードのね還元率の話っていう風になるわけなんですけどもここからですねこちらの au ペイプリドですねこちらをかませることによってさらにね200円決済で1ポンタポイントが貯まるっていった形になりますので、まあ、ポンタポイントですね通常50%で JAL マイルにね交換できるっていった形になりますので最大還元率が1.625%っていう風にななるわけなんですよねですので JAL マイルをですねメインでガンガン貯めていきたいっていう方はですね是非ね狙ってみていただきたいなっていうふうに思います。 でですね次に注意事項なんですけども対象カードと a u ペイプリペイドのね組み合わせで、まあジャルマイルがねたまるっていった形になるわけなんですけどもこちらの a u ペイプリペイドカードをですね発行できる人っていうのはですねちょっと条件があるっていうふうになっておりましてこちらの a u ペイプリペイドはですね誰でも発行できるわけではなくてですね au の改正を持たれている方もしくは自分銀行っていうね 銀行口座があるわけなんですけどもこちらの口座を持たれている方ということでこちらで、ね、どちらかの条件を満たしてないとですねこちらの a u p a y p r e p a y はですね発行することができないっていった形になるんですよね。ですのでこちらをですね利用したい方であればですね <laughs> au 改正をね保有されている方であれば 別に、ね、すぐね利用できるっていった形になるわけなんですけどももしね au 回線を持ってない方であればですね自分銀行のですす。ね、口座解説が必要っていってた形になりますここはですねちょっとね面倒くさい部分かなというふうに思うわけなんですけども私自身はですねこの「自分銀行」っていう口座をですね、まあ、たまたま保有しておりまして、まあ、たまたまっていうとあれなんですけども1年前ぐらいにですね結構大きめのキャンペーンがありましてその時にですね自分銀行で、ね、口座開設して わけけけななんでですすどもそれれがばね私もね口座持ってなかったっていった感じになりますんで、まあ、この動画見られている方ですね保有されている方ね少ないかなというふうに思うわけなんですけどもこのルートをですね利用されたいって方であればですねまあ au 回線保有されている方はいいんですけどもそうでない方はですね自分銀行の口座解説がね必要っていっった形になります、まあ、銀行口座っていうふうになりますんで特にね、まあ、お金がかかるっていった形ではないんですけども、まあ、ちょっとね 手間ででははありますんでこのこね覚えてくくようにしてください、えー、それでは次にですねここからはですねちょっとおまけ程度にね聞いていただきたいなっていうふうに思うわけなんですけども今から紹介するルートに関してはおそらくすぐね閉鎖されるかなっていうふうに思うわけなんですけどもこの動画を作成させていただいているのは10月の21日っていうふうになりまして今現時点はですねまだこのルートをね利用できるんですけどもおそらくですけども近い将来ね 閉鎖されるというふうに思いますでですね先日紹介したこちらのレボリュートカードってありますよねまあ、詳しい内容についてはですねこちらの解説動画ね見ていただきたいなというふうに思うわけなんですけどもこちらのですねレボリュートカードっていうのはですねこちらの au Pay プリペイドからですねチャージすることができるんですよねでですねこのレボリュートカードからですね ディープリペイドにですねチャージすることが今現時点ではできるんですよね。っていうことなんでまあ、ディープリペイドにですねチャージできるといった形になりますんでディープリペイド自体にも200円でね 1D ポイントがね貯まるっていった形になりますんで、まあ、D ポイントはですね50%ですね JAL イルに交換できるっていった形になりますんで、まあ、先ほどのね話で1.625%っていう話をさせていただきましたけども、まあ、さらにね0.25%ねね 上げるっていう方法もね なくもないっていった形になるんですよねまあ個人的にはですねすぐね閉鎖されてしまうかなという風うに思うんですけども2020年10月21日現在ですねこちらの方法もあるっていった形になりますいかがだったでしょうか今回はですね JAL マイルを貯める最強の組み合わせはこれだということで解説ねさせていただきましたけども JAL マイルをですねメインで貯められている方でガチガチでねちょっとやっていきたいっていう方はですね狙ってみていただきたいなっていう風うに 思いますまあちょっとね aupay プリペイドカード自体がですね誰でも発行できて条件がなければですねもっとね利用しやすいかなっていうふうに思うわけなんですけども今現時点ではですね条件があるっていった形になりますんでこれがね、まあ、緩和されることは多分ないというふうに思うわけなので本気でね JAL マイルを貯めたいっていう方であればですねこのルートもですね検討してみていただきたいなというふうに思います。 今回の動画はね、こんな感じで終わりたいという風に思います。この動画が気に立った方いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANMR、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボーホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、チャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。